今回は大手通販での調理器具購入トラブルの体験談を送ります。4月28日に通販で調理器具を購入した。5月3日に届き、箱を開けて袋の上から触ったら白い砂がいっぱいついていたので、カスタマーセンターに電話したら至急交換してくれることになった。しかし早くても5月6日になるということ。ゴールデンウィークに車中泊で使おうと思っていたが夢と消えた。もちろん未開封です。上から出そうと袋の上から触っただけで分かりました。6日に来たのにはついてなかったです。5月13日、白い粉が気になったのでカスタマーセンターにメールしてみた。レンジメートグランデを購入しましたが、最初に来た製品は未開封なのに白い砂のようなものがそこについていました。カスタマーに電話して商品は交換してもらいましたが、その白い砂の正体は何だったか知りたくてメーカー株式会社 MUK にメールしましたが、未だに回答がありません。こちらで確認をお願いします。商品は本当に良いと思います。特に朝とか魚焼くときは重宝しています。5月19日返事が来たが、驚きの回答だった。この度はご不便をおかけしており申し訳ございません。キラパパ様からお問い合わせいただきまして、すぐに返品センターに確認いたしましたが、すでにキラパパ様からの返送品は返品完了の手配が済んでおり、商品を特定することができませんでした。その後メーカーに状況を報告し確認いたしましたが、商品が特定されないと検品ができないとのことで、白い粉につきましては確認ができませんでした。誠に申し訳ございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。何が驚いたかというと、商品が確認できないってことは返品された商品は確認しないってこと？びっくりでした。確認できないのならしょうがないと思っていた矢先に商品に不都合が起こりました。これ使い始めです。赤丸のところ何もないです。ところが28日にここに隙間ができてます。拡大してみると明らかに隙間ができていて、水がここから内部に入ります。説明書では本体内部に水が入ると調理に悪影響を及ぼしますと記載がありました。5月29日カスタマーにメールした。5月29日返事が来た。お問い合わせをいただきました件でございますが、商品に不具合が生じているシリコーンパッキンのところに隙間ができているとのことで、ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。詳細を弊社の担当部署に連絡し、ご対応につきましてお調べいたします。そのため大変恐れ入りますが、下記確認事項についてお知らせいただけますようお願い申し上げます。該当箇所の写真をお取りいただき、そちらの画像を本メールへ添付の上、ご返信いただけますようお願い申し上げます。ご連絡をいただきましたら、詳細を弊社の担当部署に連絡し、ご対応についてお調べをさせていただく所存でございます。また白い砂につきまして、動画の URL をお送りいただきありがとうございます。お弊社の担当部署に連絡し、ご対応につきましてお調べいたします。ご対応におきましては、確認が取れ次第弊社の担当者より改めてメールにてご連絡をさせていただきますので、回答まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。しかしカスタマーセンターの回答では、商品は使用しないでくださいとは一言も言ってないな。それからメールをそのまま返信するとエラーメールになり、届かないめんどくさ。いちいちハートコールセンターからメールしないといけない。で、使用しててもいいかメールしてみた。今回はここまで。まだまだ続きます大手の闇。よろしかったらチャンネル登録と高評価をお願いします。